レイソールオーボーってどの辺なんですか？西の果てだな。このオグルエンサを横断し、さらに西のナムエンサも越えてやっとたどり着く。ダルマスカの国土よりも広大な砂漠だ。無理をして先を急ぐとかえって危ない。疲れたら遠慮なく言いなさい。平気ですよ。私意外とたくましいんです。ああそうだな、君たちは本当に強い。地底の油を汲む施設らしい。放棄されて久しいようだが。ダルマスカが建てたのか？いや、ロザリア帝国だ。アルケーディア帝国と覇権を争う西の大国さ。二つの帝国の狭間で多くの国が滅んだ。ダルマスカ、ナブラディア、ランディス。小さな国はな、大国の顔色を伺うしかないんだ。どうする？なぜここに？驚いたぞ。ビエルバに戻ってみればアーシュ様もお前も消えていたんだからな。まさかお前が空賊の手を借りるとは。バルフレイはシンズルに足る男だ。何よりもアーシュ様の意志だった。ならば俺は支えるだけだ。あの方が全てを失った時、俺は何の役にも立てなかった。今度こそどこまでも支えると誓った。それも騎士の道の一つか。アーシュ様は。ここから離れた方がいいわ。砂嵐でも近づいてるのか？もっと悪いものよ。そうですか。やはり暁の断片はレイスウォール王母に。オンドル公も今殿下のお気持ちを理解なさっているはずです。帝国の手前もあり、誘拐の件は伏せられていますが。それよりウォースラ、あなたの成果は？すぐに出るぞ。ここらはウルタンエンサの縄張りらしい。話の分かる相手じゃない。面倒な連中に見つかったな。追い込まれる前に抜け出す。みんな。ウォースラ、ダルマスカ最高の手段は見つかったの？まずは暁の断片を手に入れます。全てはそれからです。